おはようございます。今日のね、隠居買ってみた食べてみたのコーナーですけども、これランチパックのね、焼きそばが入ってるパターンがあるんですね。これ焼きそば UFO がランチパックの中に入ってると。私ランチパック自体をあんまり食べないんですけども、まあ珍しいなと思ってね、焼きそばパンの気持ちで2割引きのやつを買ってきましたね。これドラッグストアでいつもね値引きをやってるんですよね。いただきます。あ、これ2枚入ってるね、これね。うん、これ焼きそば入ってますね。あ、 UFO だ。さっきねペヤングの焼きそば食べたばっかりなんですよ。うん、あ、美味しいね。美味しいけどこれ太りそうだな。炭水化物、炭水化物で。カロリーは、あ、そうでもないんだ。111カロリー、そんなに太らない。うん、まあ食べない方がいいよね。でもね、これまだね、ランチパックが発がん性物質が入ってるという噂があるんですけど、おそらくね、発がん性物質って全てのものにあるんでしょうね。我々の肉体にもがん細胞っていうのが入ってて、発動するかどうかっていうことだけでしょ。それこそ日光浴してても発がんリスク高まるし、何なんでしょうね。うん、あのやっぱどっかに自分で調べもせずにどっかで書いてあったからとか、そういう噂があるからっていうので広まるんですよね、きっと。うん、研究者でもない人が調べたものを鵜呑みにして正解の例もありますけどね。うん、美味しいね、これね。あの、美味しいものを食べて多少寿命が短くなるのはしょうがないと思いますよ。それこそね、美味しい楽しい知らずに長生きしても、美味しくて楽しいもの知らずに長生きするだけですからね。だからどういう風な人生を生きるかじゃないですかね。長生きが人生の目的ではないですし、健康が人生の目的ではないですからね。うん、まあ健康は貴重ですけどね。うん、でもなんていうかな、病弱で体が弱い、そんなね疾患を持って生まれても幸せを感じることってあると思うんですよ。だからこうでなければ幸せじゃないって決められたもんじゃないですよね。うん、うん、美味しいですね。でももう買うことはないと思います。ランチパックね、うん、今までも私買ったことはないんですよね。まあちょっともらって食べたことがあるんですけど、うん、まあでもこれ人気なのは分かるな。うん、美味しい。じゃあ